はい、皆さんこんにちは、ガチャです。むちゃんです。今日は、はい、丸亀城、はい、にやってきました。うどんで有名な香川県の丸亀城ですね。そうそうそう。で、調べたところによると、うん、日本一の石垣の高さを誇るお城だそうで、ちょうど、うんうん、今あのちらっと 見えたんですけど、石垣がすごい立派なの、うんうん、だから登るのが大変だと思いますじゃあ行ってみましょう。むちゃん、はい、ほら見えたよ。おお、ほんとだ、高いな。まあ行こっか。なんで丸亀城の跡なのに亀山公園なんだろう。丸亀公園じゃないんだ。丸亀城ってね、うん、亀山ってここに築かれてるから別名をね、亀山城って言われてるんだって。あ、だからさっきの公園、はいはい、そう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 、だから公園名がさ亀山公園ってなってたじゃん、うん、納得だよね。納得しましたそうで、石垣が日本一高いって言われてるんだけど、うん、まあ標高がね約66m。 あ、うん、すごいよね。だからそんなんもで石の城って形容されちゃってるぐらいなんだって。はあ、はあ、うん、やっぱね石垣の名城として全国的にも有名だっていうことで、うん、うん、すごいよね。あ、でもちろんあれね、日本の現存天守閣12城の中の一つでございまして、うんうん、まあちょっと見てみよっか。ちなみに観光案内所から天守閣までは徒歩10分で、大人は200円、小中学生100円ということですね。ちゃんと観光案内所もあるんだけど、うん、何この坂道。さすが標高66メーターですね。ちょっと大変だね。ちょっと行きましょうか。はい、うわー、石垣がすごい綺麗だね。あ、これ、うん、10分間この坂続くのかな。結構な角度だよ。まあまあな角度あるよねこれね。何パーセント？ゆうちゃんで降りたら間違いなく一足でポンピングブレーキでも怖いぐらいの坂だよね。ああ、そうだね。 8% 以上あるよね。なんなのこの坂道、階段がなくなって坂道になってる。見てこの曲線美、姫路城だっけ。ああ、そうだ ね、 見るよね。すごい綺麗、うんうん、見てむちゃん、須藤橋、うん、綺麗に見えるよね。あ、あっちじゃあ本州。そうだね、うん、おお、わあすごいねこれね。生えてきてるね。うん、なんか自然の凄さを感じるね、うん。ただ長いな。じゃあ頑張ってむっちゃん。ちょっと気合が必要だな。結構な急勾配だな。そうだ、長いね。一層が高いもんね。木の感じがいいね。うん、これ今までが独特じゃないここ。うん、天守閣だけで見たら、うん、こことやっぱ丸岡城はちょっと似てるかもしれない。古さを感じる。で、規模が小規模だから余計そうかもしれない。じゃあ最上階へ。むっちゃん頑張って。ポッて入れてね。結構きつそうだなこれな。いや、結構ね、この階段幅があるから気が楽かな。うおー、着いたー。気が楽かな。うおー、着いたー。
狭いけど、うん、すごい独特ね、うん、あと松江城と弘前城行ってないだけ。そうだね。だけど、うん、その中でもすごい天守閣の規模と木の感じっていうのが一番強く感じられる、うん、そうだね、うん、丸岡城もすごく木の感じをすごい感じたけど、ここのが古さを感じるかもしれない、うん、肌で感じることができた、うん、はい、どうだったでしょうか。丸亀城、うん、石垣がね、すごくて綺麗だったね。天守閣もいい、うん、ここいいわ、気に入っちゃいました、うん、はい、ここいいわ、ね、とっても美しくて、うん、古さをとても感じることができる、いいお城でしたね。そう、はい、四国内の現存天守閣は制覇ですね。制覇しましたね、はい、あともう少しです、はいはい、あと2城、はいね、じゃあ本州の方に戻っていきたいと思います。これ登ってきたな。どうやって降りるんだろう。なんか。これを語らないと帰れないんです。膝つらい。